さては俺の噂をしてやがるのか。色男はつらいぜ。ねえねえ、天下一の色男って誰だと思う？私はやっぱ雪村様かな。三成も顔はいいわね。自分で一って言っといて複数をあげるとか、どんだけ飢えてんすか？私はお父様かな。お父様は反則につき却下です。まあ似たようなところで左近の旦那はいかがで？あ、いいですよね。そう見えないけど実はいじめっ子っぽい感じがしてて。ツッコミなしで。イナチンは？まあ聞くまでもなく信行様ですよね。え、そんな、私は何も。恥ずかしい。義継に、政宗に、覚えたぜ今出た名前の野郎ども。こいつら倒せば自動的に俺が天下一の異男だ。よし見てろ可愛い子ちゃんたち、俺が天下の色男ってことすぐに証明してやるからな。俺の志、バカにはわからぬ。俺の軍略で支えましょう。集まった選ばれし色男たちよ。ここに天下の色男を決めるべく、お前らに試練を用意した。色男の試練その1、腕っぷしを見せろ。はい、わかるわわかる。たくましい腕に女性はぐらっと首を乗せ、こいつらを力勝負で任すんだ。行け。くだらん。なぜ俺がこんなことを。まあ少しだけ付き合いましょう。行きさ行きさの毎日だ。たまには息抜きしないとね。色男への道は険しいぜ。試練を2回失敗したやつは脱落だ。ほらほら油断するなよ。ぶつかり稽古は激しさを増すぜ。いざ我ら兄弟と華麗に技を競う。目にも見よ。華麗さに納得できないと。雪村こそ天下の色男だと認めてくる。愚か者が。これまで。わかりはわかる。やるな。第一関門は突破だ。だが選ばれし色男たちよ、道はまだ遠いぜ。トラを華麗な技で倒してみな。行け。はい、綺麗な顔してやるじゃないですか。目にも見よ。お相手いたす。
手にはまだまだ試練が待ち受けてるぜ。色男の試練その3、本陣を色男たちの攻撃から守ってもらおう。本陣を守るのは可愛い子猫ちゃんだ。かっこいいとこ見せてやれ。行け。中には分からん。天下の色男になってからこの宝禄兵の力でな。宝飾は爆発よ。そうだ、燃えろ燃えろ。この程度の戦果誇れる気がせんね。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。参るか、身の程知らずめ。目にも見よ。この程度の戦果誇れる気がせん。愚か者が。敵将、討ち取ったり。馬鹿には分からぬ。綺麗な顔してやるじゃないですか。俺がこんな戦。はいはいと。に、総理が参加すればよかったんだよ。集った面々はいい男揃いだ。マサノリさんがこの舞台にすら立てませんね。お前もなかなかの自信からな。さあ。戦わん。クズどもが。敵将、討ち取ったり。将軍は将軍だ。わかるかわからん。色男の試練その4、吉明を脱出地点まで護衛しよう。行け。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。ここは引くぞ。倒してやるじゃないですか。
もう終わりか。わかりはわからぬ。流れには逆らえない。さあかかってこい。つまらぬ敵だ。もう終わりか。ここは引くぞ。上にも見よ。鬱陶しいのだよ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。敵将、打ち取ったり。第4巻の突破か。天下の色男の座見えてきたが。色男の試練その5、強敵だけを仕留めな。行け。天下無双、決して揺るがぬ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。絵にも見よ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。愚か者が。第五関門突破したか。いよいよ次は難攻不落の最終関門だぜ。結局最後に突き上げてしまった。よくぞ生き残った選ばれし色男たちよ。精鋭と呼ぶにふさわしい面構えじゃねえ。最後は暫定天下の色男、俺と勝負だ。勝った方が真の天下の色男となる。開門。ちょっと待った。お前は
ここまでの全試練達成かよ。わかるかわかるんだ。普通にやるね。俺からのご褒美だ。遠慮せず受け取ってくれ。バカにはわからぬ。テモン。バカにはわからぬ。バカにはわからぬ。ここで待っておった甲斐があったわ。誰も来ぬかとビクビクしておったぞ。目にも見よ。楽しいのだよ。孫一様のためにさ。まさかの見事でございます。ゾンビであります。本当の色男は誰であるか。解剖！バカにはわからぬ。バカにはわからぬ。俺は軍略も腕っぷしも立つ男だぜ。仕事はきっちり果たすぜ。鬱陶しいのだよ。負けたぜ。お前こそ真の天下の医療男だ。まあ改めて言われなくても自分が色男ってことは分かってましたけどね。時間を返せ。今すぐにだ。声がするな。天下の色男決定戦の話か。あの戦のことは全国に轟いたはずだ。ってことは俺のイケてる話で持ちきりだな。ねえねえ聞いた？天下の色男決定戦の話、タラシの孫一って人が開催したみたいなんだけど、モテない男がモテる男を摩擦しようとした大会ですね。雪村様も信行様も危なかったみたいですよ。なぜ孫一さんはそんな愚かな関係を？それはモテない人の心情を知る方に聞きましょう。ねえ熊姫さん、どういう意味よ。いいんだ、俺にはダチがいる。秀吉、可愛い子ちゃんのいる店行くぞ。